アンボンの景色アンボンは、インドネシアアンボン島の主要都市。港湾都市であり、西に開けた入リエの南岸にある。インドネシア東部の最大の都市の一つで、マルク州の州都でもある。人口は2012年時点で、約31万人。1526年、ポルトガルにより占領された。ポルトガル領モルッカ総督の山頂でバスコンセロスが、 アンボンを設立し、ノッサセンホラでアニューンシアダーと名付けた。1609年、オランダにより占領。以後インドネシア独立まで短い期間のイギリス占領期を除きオランダ領東、インドの一部。マルク諸島司令部が置かれた。住民は市民と村人に分けられた。1623年、アンボイナ事件発生。オランダ人がイギリス人や日本人を虐殺した。 この事件を受けて、イギリスのこの地方への影響力は弱まる。1902年12月22日、市教区が設置された。後に、広司教区に昇格した。1942年、日本軍がオランダ海軍基地を占領。海軍第36航空隊の水上戦闘機、偵察機の基地が置かれ、東インドネシア航路の防衛に当たった。1945年、 インドネシア共和国独立を宣言。日本軍は武装解除。1950年、南マルク共和国の独立運動の中心地となるが、数週間でインドネシア政府により鎮圧。1958年4から5月、北スラウェシ州でアメリカが支援したペルメスタの反乱が起きる。CIA の戦闘機がアンボンに隠れた標的を爆撃、銃撃する。 4月27日、CIA は、ロイヤルダッチシェルの石油貯蔵タンクを空爆する。インドネシアと外国の貿易を弱め、インドネシアを弱体化させるためだった。4月28日、CIA は、市場の隣のインドネシア軍宿舎を爆撃した。4月30日、CIA は滑走路を爆撃した。5月7日、CIA は再び滑走路を爆撃し、 インドネシア空軍の戦闘機や燃料貯蔵庫を破壊した。5月8日、CIA はアンボン湾のインドネシア海軍を爆撃しようとした。爆撃は失敗したが、銃撃で二人の乗組員を負傷させた。インドネシア軍はアンボンに対空砲を設置した。5月9日、CIA は再び市街地を爆撃した。5月15日、CIA は アンボンアンの小さい小船を攻撃した。東ジャワ州からアンボン兵を輸送していた。船は燃え、17人が殺害された。CIA は再び軍縮者を狙い市街地を爆撃した。5月7日、CIA は再び滑走路を破壊した。続いて、西に飛び兵員輸送船を爆撃しようとしたが、対空砲に撃墜され操縦士は捕虜になった。これはアメリカ政府に、 大きな衝撃を与えた。アイゼンハワー大統領は直ちに CIA によるペルメスタへの支援を中止し、人員や戦闘機を撤収した。1999年1月19日、キリスト教とイスラム教との間でマルク諸島アンボンの宗教紛争を起こる。2002年及び2011年9月11日にも暴動が起こっている。 コンボーモリソン 1999P115 コンボーモリソン 1999P116 コンボーモリソン 1999P117 コンボーモリソン 1999P118 コンボーモリソン 1999P121ABCD コンボーモリソン1999 P122ABC コンボーイモリソン 1999P129AB コンボーイモリソン 1999P128 コンボーイモリソン 1999P136 コンボーイモ,モリソン1999ピアニッシモ136137コンボーイモリソン1999ピアニッシも139 141コンボーイモリソン1999 P143 ありがとうございます。